春の高校バレー、今日は3回戦が行われております。これからお伝えしますのは、2年連続2回目の出場、山梨代表の韮崎高校と、2年連続13回目の出場、宮城代表の古川商業の対戦です。韮崎は1回戦で愛知の岡崎女子を2対1、2回戦長崎の清和女学院を2対1と、どちらも接戦をものにして勝ち上がってまいりました。一方の古川商業の方なんですが、こちらは1回戦石川の金沢商業を2対0、2回戦岡山の就実を2対0と、どちらもストレートで破ってこの3回戦に進出しています。この試合の解説は元全日本プレーヤーの荒木田裕子さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。さて、古川商業と韮崎なんですが、はい、どんなゲーム展開になりそうですかね。そうですね、6人 の、 その古川商業の6人対韮崎の小野の試合になるんじゃないですかね。なるほど、全日本ユースの代表ですね。そうですね、韮崎と言いますと、この小野選手もずっと中学時代からバレー界では知られた選手なんですけれども、この韮崎高校というのは彼女のワンマンチームですからね、はい、それに対する古川商業は攻守にまとまりのある非常にバランスの取れたチームですから、まあかなりその気をつけて戦わないとというか、その小野をどれだけマークできるか、逆に韮崎としてはどれだけ彼女に打たせられるかが鍵になるでしょうね。そうですね、1、2回戦でもとにかくこの小野が打って打って打ちまくっておりましたね、はい、さて、それでは両チームのスターティングメンバーご紹介しましょう。まず古川商業です。7番の板橋、2番田村、3番高橋、10番佐藤、6番犬飼、そして4番菅原です。この6人が先発メンバー、平均身長は171センチです。対します韮崎高校です。2番伏見、4番鈴木、3番清水、1番小野、5番滝田、6番与田、この6人が先発メンバー、平均身長は166センチです。さあ、これからいよいよ3回戦、韮崎高校対古川商業の対戦が始まります。さあ、選手たちがコートに散ります。荒木田さん、はい、やはりですね、韮崎の先ほどから何度もおっしゃっていただいてますが、1番のこの小野ですね、はい、この小野対策というのはですね、当然古川商業も考えていると思うんですよね。小野選手はセンタープレーヤーですから、まず古川商業としてはそのブロックを、まずはサーブレシーブをしっかりセッターに返して、そのトス回しをですね、コート目いっぱいにそのアンテナからアンテナまで伸ばすことですね。まずは佐藤が行きました、はい、古川商業今のような打ち方、トスをずっと長くしといて、どこからでもそのストレートに打てるっていうトスを上げてやるんですね。そうするといくら小野選手がブロックが良くてもストレートには飛べませんからね。はい、まずサーブ権を取りました、古川商業。どこへ持っていくか、小野がレフトからブロック、さあ今度はライトが、いや、レフトから押し込んだ、今度はライトからいきます。古川商業はセンターから速攻、押し合い、もったいない。今のようなボールはね、あれをつないでね、やっぱり小野に持っていかなきゃいけないんですよ。他の5人の選手がね、いかに拾えるかが、またこれが勝負の分かれ目になるんじゃないですか。そうですね、選手権は古川商業。さあ、レフトから小野、ブロックはアウトです。本当にこの小野選手のバネと、それから非常にいいのは空中でのバランスですね。さあ、サイドアウトでライトから行きました古川商業。さあ、チャンスは古川、ライトから佐藤、ブロック、止めたのは1番の小野。さあ、古川商業もこれもですね、わざわざ高い方に当ててるんですね、スパイクボールを、はい、ですからもっと考えて、古川商業は打つコースを考えて、今小野はどこにいるかということを考えながら打つ必要があります。なるほど。さあ、得点は1対1です。犬飼が打つ、さあ今度はライトから佐藤香織、決まった。この古川商業の佐藤香織はですね、はい、非常にこう小気味のいいスパイクを打ちますね、はい、今のはブロックでネットにちょっと当たって跳ね返ったような感じですね。そうですね、サーバーは3番の高橋。さあ、ちょっと遠いが、こちらもちょっと遠い、ライトから佐藤、うまい打ち方、うまく打ちました、はい、先ほどは強打で、今度はブロックのタイミングをちょっとずらして、相手のブロックが落ち際に
ボールが当たるように打ちました。はい、ポイント古川商業で2対1。さあ小野がセンターからブロックにかかった。今3枚ブロックですね。インサイ、はい、古川商業がこの小野選手に対して3枚飛びました。そうですね、はい、ここで古川商業見てみましょうか。3人がきっちり揃ってますね。そうですね、古川商業の国分監督、昨日まではですね、はい、実は小野に対して2枚飛ぶか3枚で飛ぶか迷ったそうなんですが、今朝3枚で飛ぶということで決めたそうです。特にセンターの場合は3枚飛んだ方がいいでしょうね。はい、これはドリブルを取られました。サイドアウトでサーバーは3番の清水。ライトから佐藤香織、拾いません。ライトからいい攻撃しますね、この佐藤選手。はい、今もうちゃんとストレートの方、ブロックの低い方を狙って打ってますね。さあその佐藤が後ろに下がります。サーブに入ります。ライトから小野、投げない。もう本当にこの小野がですね、はい、見てみましょうか。打点が高いですね。もうそしてね、空中ジャンプして、その空中で体を自在にこうストレートクロスとひねって打てるんですよね。はい、いいサーブだ。さあ菅原、ゆっくり上げて、もう一度菅原。小野がレシーブ、バックアタックになった。さあこちら犬飼、決まった。ライトから犬飼が決めました。今日は古川商業意識的か、まあ、セッター の板橋選手が意識的に上げてるかどうか分かんないんですけれども、ライトがね非常に多いですね。ライト攻撃が佐藤選手、それから今の選手も、はい、まあ、ライトが決まるというのはいいですね。そうですね、さあネット近いが、これはさあ得点が4対1になりました。ここで韮崎の坂本監督、1回目の作戦タイムです。さあ佐藤、坂本監督がですね、はい、逆にチャンスなんだというようなね、飛ばしてましたが、確かに古川商業のアタッカーはほとんどその小野選手のブロックを避けてますね、そしてトスを、ね、離してるんですよ。だからこの 2m24cm のネットでトスを離されるということは、打つアタッカーにしてみれば鋭角には打てないわけですね。そうですね、はい、だからレシーブさえしっかり守れば攻めていけるという、そういう指示ですね。さあそこ、これはいいコンビ。2番の田村、もう古川としてはこういう風にね、小野選手がバックにいるときにいい攻撃、速攻、いろんなものを使ってとにかく点数をね貯めときたいですよね。逆に今韮崎としては小野が後ろ下がってますからね、はい、ここは今のバックアタック、うん、走り込んできたのバックアタック、片足ジャンプですね今のも、はい、このプレーです。これはね、全日本の選手でもね、こういうプレーができるっていないですよ。さすがはそのあたり、全日本優勝代表です。そこ、はい、上げられない。センターから2番の田村が決めました、古川商業。サーバーは4番の菅原です。フェイント、4番の鈴木がうまく落としました。キャプテンの鈴木美穂、サイドアウトで6番の与田のサーブ、これはアウトです。サイドライン終わりました。第1セットここまで得点は5対1、古川商業が4ポイントリードしています。レフトから行きました。さあこちらライトから佐藤、走り込んできて打ってるか、ブロック、止めたのは2番の田村でしょうか。そうですね、綺麗に揃って前に出してますね、手を、はい、ポイントは古川翔に入ってます。さあチャンス、ライトから佐藤、強烈に決めました。さあここで第1セット得点が7対1となりましたところで、韮崎高校坂本監督、早くも2回目の作戦タイムを取りました。今のプレーをきちっとやったがないと。
前たちには神業ができるんだよというね、はい、今までやっぱりね、あの予選をずっとそのもう今にも負けるかっていうそういう試合をしながら勝ってきたのがやっぱりありますね。そうですね、ブラック、3番の高橋志奈、今ここはもう韮崎は苦しいところですね、はい、だけれどもね、あと一つ回せば小野選手がフォワード出てくるんですよね、はい、なんとか一つ回す。さあ小野バックアタックを狙ったんですが打てない。古川は、あ、これもこっちのコンビが乱れた。あのチャンスボールも雑だ。フェイント決まった、2番の伏見。さあここで韮崎は小野選手が上がってきたのでチャンスだけれども、はい、あとは彼女がフォワードにいる間に、ね、何点取れるかですね。そうですね。さあレフトへ上げます、佐藤、スパイクはアウト。まず1点取りましたよ。ここでポイント韮崎で8対2、遠慮サーブを見せます。速攻上げられた、上げられない。2番の伏見が突っ込んだんですが上げられません。今日の古川商業の選手6人はね、非常に伸び伸びとやってますね。さあこれは返さけになりそう。ライトから佐藤、これは相手ことに入りません。サイドアウトです。得点はここまで8対2。さあオープンへ持っていった、これも返すだけ。さあ古川商業はこれもフェイント、決めたのは3番の高橋志奈。なんかどちらもですね、ちょっと噛み合ってないところがありますね、若干。そうですね、ちょっとレシーブでも、あ、取れるんだけれどもっていうボールが、そういうのが多いのがやっぱり韮崎でしょうね。はい、さあこれ返せるか、ナイスカバー。チャンスボールは韮崎、どこへ持っていく。オープンから決めたのは5番の滝田。さあ今はですね、はい、斧を使わずに点を振りました、はい、やっぱりあの古川商業のブロックが斧選手につくようにちゃんと構えてますからね、はい、今のようなチャンスボールが入った時は平行で流していくっていうのはいい作戦ですね。さあ犬飼、宮崎はセンターから斧ブロック、これも3枚ですよ。3枚ブロック止めたのは6番の犬飼、はい、ご覧いただきましょう。犬飼と佐藤のところですね。そうですね、もう3人がぴったり呼吸を合わせて飛んでますね。さあここで8対2サーブ権を取りましたところで、古川商業の国分監督1回目の作戦タイムです。そんなに大変か、自分で声を出すってことは、みんなの苦労分かってるのか、お前じゃあ声を出すためにみんながどういう苦労してたのか、声抜けないか、そういう小さなことが大事なんだよ。あ、留守番かな、流れが止まっちゃったから、肩を疲れて流れが止まっちゃった人のこのためにダメだよ、守っちゃ点数が止まるわ、守っちゃって、はい、まだレイターで、レイターで、さあ守ったら点数が止まっちゃうからもっと声を出すんだと、はい、いう国分監督の指示なんですが、ちょっと今佐藤選手がね、あの国分先生にかなり叱りを受けてましたけれども、はい、あそこのちょっと気の抜けたプレーからね、ちょっと流れが変わりましたからね。さあ韮崎の方は小野は決めました。小野がサーブに下がります。ここで伏見が前に上がってきますんでね、この小野が下がった時に伏見がどれだけ活躍してくれるか、はい、これは一つのポイントですね。逆に言えば古川商業はチャンスですね。ライトから犬飼、キックバカダック、セッターに入った、もう一度し決まった。6番の犬飼、2回続けてきました。もうここに来たら古川商業は何とかして1本目のボールをですね、セッターにつなげば、あとはセッターがその料理してくれると、はい、そうなると、まあ、ブロックが今低いですからね、自由自在なその攻撃ができるわけですからね。1本目のボールですね、これですね。さあこの1年生セッターの板橋、ロックよく拾った、佐藤が上げる、菅原
ナイスレシーブ、上げられるか、あー惜しい、いいレシーブにしたんですがその後つなぐことはできませんでした。得点は古川商業で9対2。犬飼のサーブ、伏見ストレートはアウトです。ストレートはアウト、古川商業に10点目が入りました。犬飼のサーブが続きます。さあレフトから伏見、このスパイクも大きい。もうこうなったら伏見選手がね、今ミスが出てますからね、思い切ってバックアタックですね、小野選手の。小野へ回すしかないですか、得点は11対2になっています。さあそのバックアタックがちょっと遠いぞ、板橋はどこへ上げる、レフトから菅原、相手のブロック打ち抜きました、得点は古川商業12対2になりました。サーバーは犬飼、これは返ったぞ、佐藤が上げて板橋が打つ、吸い込みですね、はい、ちょっとトスがね離れすぎたんですがよく打ちましたね、こう見ててもアタッカーが見えないですもんね画面 で、 そ、 で、ね、それだけ離れてました、はい、得点13対2。さあ伏見がレフトからいい頭脳的な、うまい、うまい、1年生とは思えませんね、いい判断ですね。古川商業のセッターは1年生の板橋めぐみ、国分監督はこの古川商業で最高のセッターになる可能性が大きいというふうに褒めております。バックアタック小野、さあ今度は持っていく、そこを今度は板橋田村のコンビ崩れました。まず1回目のセットポイントを逃れています紫、早く泳ぎ、惜しいホールディングを取られました。さあいよいよ2回目のセットポイントを迎えました古川商業、サーバーは4番の菅原、どこへ上げる、ブロック、ライトからブロック、第1セットは古川商業ブロックポイントで決めました。第1セット15対2、古川商業がまず1セット取っております。女子の3回戦、韮崎と古川商業の対戦、第1セットは15対2で古川商業が取っています。これから第2セットに入るわけなんですが、荒木田さん、はい、韮崎の方はですね、エース小野の活躍の場が少なかったですね。そうですね、あの彼女がバックの時にね、もう連続失点許してますからね、あとそこだけなんですよね、彼女がフォアの時は、まあ、点数ある程度取れるわけですからね。まず小野で行きました、古川商業はライトから佐藤香織、押し込んだ、オーバーネットですか、その前にオーバーネットがあります。はい、第2セットも最初のポイントは古川商業、いやそれにしてもね、古川商業は今日は非常にもうみんな伸び伸びと非常にいいバレーしてますね、はい、さあ小野上げます、ブロック、タイミングがね、彼女のトスはこれだけ高いんだけれどもタイミングがぴったり合ってます ね、 はいですね、10番の佐藤でしょうか。さあ得点2対0というところなんですが、早くも韮崎の坂本監督、このセット1回目の作戦タイムを取りました。まあ、第1セットも15対2だったですからね、はい、ここはもう早め早めということなんでしょうか。そうですね、それとですね、あの韮崎の小野選手が今ブロック捕まってますからね、やはりここは先に先にタイムアウトを取って少し余裕を与えてやらないと、これ先ますます苦しくなりますね。そうですね、さあ小野へ持っていくでしょう、小野がレフトから足の長いスパイクは入った、今も当たってないですよ手に、
力が入りすぎてしまって結果的にまあ足がなくなりまして、はい、エンドラインいっぱいに入ったわけなんですが、今日はやっぱり今一つ乗ってませんね。まだ乗ってないというかね、そういう自分たちがのチャンスをつかみきれない、そういうチャンスを逆にね古川翔吾は全然与えてないですね。なるほど。さあ高橋、このブロックは入りました、入りました、ポイント韮崎です。これも高い方に打ってるんですね、アウトですか。なんとしてもですね、韮崎の方がミスをしちゃいけませんね、ここは。そうですね。さあこれは返さけになります。チャンスボールは古川商業、犬飼の速攻、うまい打ち方ですね。ワンタッチを狙って打ちました犬飼、はい、ちょっとトスがここでタイミングが合ってなかったですけれどもね、はい、押し込むようにして軽く入れました。5番の滝田のワンタッチを誘いました。おバックアタックの形になります。佐藤南光、さあ打てるか、速攻、ナイスコンビ。6番の犬飼、はい、ここでサウスポーの特徴であるブロッカーが飛んでるところよりも一つ体が一つずれてるわけですよね、打ってるコースが。いい攻撃ですね。もうそのあたりを遺憾なくね、はい、してますね。得点は4対1です。センターからのブロック3枚飛んでいる。さあバックアタック伏見ライトから佐藤薫が決めました。随分離れてたんですけどもね、はい、この石川思い切ってジャンプして決めました佐藤。得点が5対1、古川商業が4ポイントリードしたところで、韮崎高校坂本監督早くも2回目の作戦タイムです。得点は5対1になっています。第2セット、第1セットは15対2で古川商業が取っています。女子の3回戦、韮崎と古川商業の対戦です。古川商業サーブ、さあこれ返すことができるか、返せない。今小野選手がフォワードだからね、なんとかチャンスにして彼女に打たせたいっていう気持ちは分かるんだけれども、そこまでがねつながっていかないんですよ、なんかどうしてもこう小野活かせないですね、さあどこやるか、センターの小野、ネットタッチですね。ネットタッチが古川商業の方にありました、はい、サイドアウトで韮崎のサーバーは3番のセッター清水。いいサーブだ、犬飼投げられない、決まった。今日はこの犬飼もいいですね、はい、非常にねパワーがありますね。この選手はもう体全体を使って思いっきり打ってます。そうですね、速攻よし、オープンよしですね。今日は得点は6対1、古川翔が5ポイントリード。清水のバックアタック、速攻、また犬飼、はい、サウスポーでねレフトで打って今度はセンターの速攻、さっきはこれ移動攻撃でやりましたから ね非常に力強い攻撃を見せます古川翔吾。さあダイレクト返った、板橋はどこへ行くか、ライトを上げた、ライトから佐藤のスパイク決まった。もう完全に古川翔吾リズムに乗り出しましたね。もう完璧にこの古川翔吾のリズムですね、はい、それとやっぱりあのセッターの板橋選手がね当たってる選手、それから当たってる選手にはいっぱい打たせる、それから調子のちょっとまだ出てない選手にはもうここだったら絶対決められるっていうとこを考えながら上げてやってますよね。これもライトから佐藤が決めました、はい、佐藤香織。もう本当にこの佐藤選手は素晴らしいジャンプ、そして、はい、の腕の振りが早いですね。あの古川商業の選手見てまして、本当にその体力トレーニングがしっかりされてるなっていう感じがしますね。さあまた佐藤、はい、これワンタッチですね、佐
ットが3本続けて決めました。得点が10対1になっています。でもこの6人 の, この古川商業の選手を見てますと、ジャンプをするときの、ね、踏み切りの強さというのがものすごく他のチームに比べて強いんですね。バーッていくんですね。さあライトから小野ストレートを打った。これはいい構成打ちました。見てみましょう。これもでもまだちょっと打ち切れてないというそういうスパイクですね。サイドアウトで韮崎のサーブは今決めました小野です。走り込んで菅原アウトです。ポイントは韮崎。ここまで得点は10対2、古川商業が8ポイントリードをしております。センターから速攻、犬飼の速攻は今日はことごとく決まってますね、はい。そしてね、やっぱりこの速攻が決めるためのこのセッター、そのトスワークがいいですね。実にね、丁寧なトスが速攻のボールも、それからオープンの攻撃にも丁寧にボールが上がってます。おっ、これはネットにかかった、アンテナの外を通過して入りましたね。マーカー外を通過したんですね、はい。得点は10対2。さあ、菅原、稲崎はライレフトを上げた。犬飼、これは狙いすぎですね。エンドラインの外、はい。3点目が稲崎に入りました。こちらは国分監督、古川商業。さあ、犬飼速攻、どう表現したらいいんでしょうか。で、早い、今のもタイミングずらしてますね、さあ得点は10対3になりましたところで、古川商業の国分監督、2年生だぞ、来年ないんだぞ、初めての作戦タイムです。これ最後の春子だぞ、手に何て書いてあるんだ、見てみろ自分で、はい、どこが全力だよ、どこが、はい、ビクビクってよ、はい、顔が死んでるわ、顔が、いかにも古川翔の国分監督らしいアドバイスを言いましたね。そうですね、今これだけリードしていて、でしかもサーブ権を持ってるわけですよね、そこでタイムアウトを取るというのはやっぱりこれだけリードしている選手のどこかに、ね、気の緩みが出てくるんですよ、はい。そこを締める意味でも早めに、取っとこうという作戦タイムだと思いますね。ネット上、もう一度鈴木持っていく、鈴木は決めました。現在稲崎の方はエースの小野が後ろにおります。なんとしてもここは早く回したいところ。菅原のスパイクはアウトですか。アウトですね。さっきも国分監督に菅原選手はこれはお前にとっては最後の春高だと、だから思いっきりやれと言われてましたけれども、はい、ちょっとね今のようなところも思い切って打てばあれは入ってるでしょうね。このサーブはアウト。負けている稲崎の方がミスをしてはやはりいけませんね。ここでチャンス点数になる時ですからね、菅原のサーブ、さあ古川翔がどこへ持っていくか。オープンから高橋、これは返すだけになるチャンスボールは古川商業。ブロード、さあ小野バックアタックは返しただけ。高橋走り込む、よくカバーしたか、走り返し、惜しい、よくカバーしたんですが、あと返すことはできませんでした。稲崎ポイントは古川商業で11対4。いいサーブだ、チャンスボール古川、シークイック決まった、決めたのは2番の田村。得点12対4になりました。菅原のサーブが続きます。
アウトですね。アウトですね、はい、ポイント古川商業で13対4。さあここで古川商業6番の犬飼に代わりまして1番の関が入りました。ライトからさあこれは大きく返した。宮崎はどこへ持っていくか。レフト上げます。レフトの節に決めました。ストレートに打ちました。さあこれで宮崎はこの名前上がってきましたね。はい、チャンスですね。本当にこれが1年生のセッターでしょうか。うまいですね、本当に、もう本当に遺憾なく5人の力を発揮して、はい、うまく使ってそして自らというところなんですが、ライトから鈴木が相手のブロックを打ち破りました。サーバーは今決めました。4番の鈴木、レフトから佐藤ブロック、小野のブロックが出ました。はい、佐藤選手ね、今日非常に当たってるんですけれども、どうもレフトとかだけはレフトから打つときだけはセンターに打ってその小野選手にぶつけてるんですよね。そうですね、まずは打つ前に自分の前に誰がいるかっていうことを確認しながら打てばいいんですがね。さあ今度は高橋がレフトから、ストレートのスパイクはアウトです。宮崎が5点目6点目連取しました。古川商業の方、6番の犬飼がコートに戻ります。1番の関がベンチに下がりました。レフトから佐藤つないでいる。チャンスボールは古川商業、回り込んできます。佐藤さあ小野が出るか、返しただけ。ライトから佐藤、決まった。佐藤のライトからのスパイクです。大きく中へ打ち込みました。さあこれも返すだけになります。古川商業再びチャンスボール。さあ今度はおっとコンビが崩れた。さあ犬飼が上げる、打つのは高橋、よく上げた。バックアタック、ライトから佐藤、いい力が入りすぎ打ち損なってしまいました佐藤、はい、いやバレーボールではね13点からの後の2点はなかなか取れないって言いますか、本当にこの13点でストップしてしまいましたね。そうですね。さあレフトから犬飼、これもアウトだ。ワンタッチはありません。宮崎に7点目が入っています。3番清水のサーブ、さあ犬飼がレフトからブロック、ブロックはアウトです。サイドアウトで古川商業のサーブ、サーバーは3番の高橋志田、ここはドリブルを取られました。もったいない。さあポイント古川商業で14対7。いよいよこの試合マッチポイントを迎えています。高橋のサーブ、ライトから小野、ブロック決まった。最後はブロックポイント、宮城代表古川商業第2セット15対7で取りました。第1セット15対2、第2セットは15対7、セットカウント2対0で古川商業は勝ちました。荒木田さん、はい、今日はですね、古川商業が非常にリズムのあるいい攻撃を見せましたね。2セット目の後半でちょっと気の緩みから連続点数許してしまいましたけれども、あとはもうほとんど完璧な出来じゃないですかね。本当に6人が、ね、まとまっていて攻守にまとまって、本当にそのセッターの、板橋選手が
その後の5人をうまくこう使ってましたよね、はい、それに対する韮崎はあの小野選手という素晴らしい選手を用意しているんだけれども、他の5人の選手がねちょっと今日はミスが出てしまって彼女までボールがつなげなかったですね、はい、それが残念でしたね。まあ、古川翔陽これでですね、ベスト8ということで、はい、さらに熊本も活躍が期待できそうなんですが、そうですね、あの予選からあの国分先生は国分監督はいつも大声を出していますから、だんだん声が枯れてきて、だいたい準決勝決勝ぐらいになるとほとんど声が出なくなるんですけどもね、またそういう状態になるんじゃないですか。まあ、この後もね古川翔陽活躍が期待できそうであります。はい、女子の3回戦韮崎と古川翔陽の対戦はセットカウント2対0で古川翔陽が取りましてベスト8進出を決めています。